新刊何が何でも長編小説が書きたい大絶賛発売中鈴木喜一郎作家日記今日のテーマはなぜ万年最終候補者にとどまってしまうのか問題え今日は雑談ですえっと こう万年最終候補者っていうのは、まあその人に向けて話をすることってあんまりないかな。あの、おなんて、お該当者が少ないのでっていうか、該当者たくさん、実はたくさんいるんだけど、あまり見かけることがないんで、そういう話をすることもないし、 あと、このラジオを聴いてる人のほとんどが、その、いや、最終に残るのなんて夢だよ。夢のその、また夢だよって思ってるケースが多いので、そうするとアクセス上がんないからさ。<laughs> もうほんと、こういうさ、こう、身も蓋もないことをさ、こう、うん 裏表がないって言えば、それも、あの、なんか、いい感じだけど、もう、腹の中に何も残ってなくて、思ったことをそのまま留めずに言う癖って、なんとかしなきゃいかんよな。まあいいや、その、要はさ、あの、該当者が少ないので、まあ、あんまし話することないけども、やっぱり、その、 まあ僕はおかげさんで、その、そういう人に出会うことってのは非常に多いのでね。まあ、会った人、会わなかった人方に向けてのめ、たまにはこういう話もいいだろう。あのー、こう、一応、こう、なんていうの まあ最初に残るのなんて夢のまた夢だよって思ってる人に一応向けていくと、実は予選落ちをつけてつ、予選落ちを続けてぐったりしているよりも、取れそうで取れない最終に何度も残る方がストレスは大きいです <laughs>。ものすごいストレスだからね。んまあそこら辺のところは、 あの、何度も残ってる人っていうのは、いろんな意味ですごいよなっていうことはあります。あのー、まあ、身も蓋もない言い方をするとさ、えっと、この人はいつかデビューするけれど、え、この作品で受賞するのっていう, <laughs> そう,いう驚く、そういうことで驚くことは結構あります。 うん。で、まあ、受賞に関して言うと、運は結構左右することはあります。ただし、最終に残って何度も受賞を逃すのっていうのは、その、運ではなくて実力だよね。現状の実力だよね、だよねっていうことはあります。もう、なんで同じところで落ちるんだろうとか、あなんでじゃないな。 やっぱりねっていう。<laughs> あの、あのね、えっと、万年最終予選候補者ってね、もう、もうん、半で押したように共通してるところがあるんだああ。どういうところかっていうと、万年最終予選候補者って、 っていいううのはさうまいんだよで欠点がないでどっかで読んだことあるよねこれっていう既視感デジャブがもうち見している、えー、人物やテーマや素材や取材ってどれもそこそこできててバランスが取れてるでもう一ついるのは面白くないっていうことです。 完成度が高いだけ。完成度だけが高いっていう。うん。もう、小説の技術だけがすごく高いんだけどね。っていう、まあ、そういう共通点はあるなあ。もう、ハンデおっしゃるように、これみんな、あの、そうです。んで、こう、 こういうとき、こういう人っていうのは、まあ、往々にして、もう、人の話聞かなくなるよね。ええー。あのね、なんでかっていうと、いや、もう僕の話も聞かなくなるんだ。なんでかっていうと、いや、高橋鈴木喜一郎の話を聞いてもしょうがないっていう、まあ、そう思うんだろうね。うん。その、何度も最終に残った時点で、 結構、まあ,あ、自分はすごくすごいんだ、特別なんだと思っちゃうんだね <laughs>。うん。だけれども、いや、君、僕の足元どころか、つま先にも及んでないからねっていう <laughs>。言ってもしょうがないからさ、まあ、いちいち言わないけどね <laughs>。 でやっぱりね、あの、こういう、その、何度も最終選考に残ると落ち癖が、落ちる癖がついちゃって、落ちる癖がつくんだよ。自分のスタイルができちゃったような気がするのでね。で、あと、予選通過ってそこそこノウハウがであれば誰でもできるので、 で、最終も、やっぱりね、最終に残るノウハウってある。まあ、完成度を上げればいいので、まあ、最終には残るんだけれど、うん。ただ、まあ、欠点ないだけよねっていう <laughs>。うん、そういうふうになる。で、あのね、こう、やっぱり、 こういろんな人を見てきたけど、最終に何度も残り続けると、結局力尽きて消えていくよねっていう、チキンレースみたいなところがあるのは確かです。何度も何度も最終に残ってずっとやり続けて、えー、結局消えていくのが普通で、でも例外はね、江戸川南歩省ぐらいかな。あれだけは、あそこだけは、その、 5回候補になったとか、10回候補になったっていう人もいて、いたよね。10回候補になって、あのそれで受賞したっていう人もいる。で、まあ、乱歩賞に関して言うと、まあ、あの、ミステリーっていうのは様式美っていう側面があるので、ある程度形ができていると、あとはどういう素材を選ぶかによって作品の印象って変わってくるよねっていう、そういう側面があることは確かです。 ただまあ、できればに、あの、二三回最終に残ったら、せめてそのぐらいで取っとかないと、あと苦しいよっていう、そっから先やっぱ続かなくなるよね、っていうことはあります。あの、あと、最終にたくさん残り続けてしまうと、何度も何度も残り続けてしまうと、その、デビューが目的っていうふうになってしまう。 のようそうするとデビューした途端にもう目的を果たしてしまったので、そこで力尽きてしまうっていうケースも結構ある。新人賞っていうのはあくまでもスタートラインっていうことを忘れて、そこからどれだけ伸びるかっていうことを忘れちゃうからね。っていうことはよくあります。 まあ、あのー、やっぱりね、こう、完成度が高いっていう,う、小説として完成度が高いっていうのは、逆に言うと、それ以上もう伸びようがないということでもある。小説技術が上がれば上がるほど、どこかで読んだことがあるよね、これっていう、そういう、そういう形になってしまって、新鮮味が薄れるということもある。 ええ。で、まあ、やっぱりね、そこで初心に帰ることって大事だよね、っていうことはあります。だから、もう技術的なところはもうそこが頭打ちです。だから、こう、最初に何度も残るようなタイプの人っていうのは、小説技術ってもう伸びないっていうか、小説技術そのものってさ、基本的なことしかないので、だから、 うの技術そのものはやっぱプロで通用するかもしれないけれどいやそれだけでは新人賞にはもそれを求めっていうのが新人賞じゃないからその小説技術だけだったらもっと上手いプロっていくらでもいるのでそうじゃないところって必要だよねっていう新人賞で求められるのはそこじゃないよね っていう新人に求められるのはそこじゃない。うんで、結局のところ、その、やっぱり、ね、情熱とか感動って大事なんですよ。その、何度も最終に残ってる人って、最終に残って受賞できない人って、もう一度改めてさ、そうね、自分の履歴書って書いてみたらいいと思う。その 自分の履歴書っていうとか、自分の喜怒哀楽のことをもう一度ちょっと見直してみて大事です。小説技術の以外のところを改めて見直す。自分が感動したことっていつだったのか、そしてどんなことに感動したのかっていうことをこう書き出してみるっていうこと大事です。で、ここで感動っていうのは、 割と、あ、よかったとか、おおとかっていう関数を上げるようなものばかりではなくて、その、挫折でもいいし、無力感でもいい。なんでこんなに、こう、最終に残って目の前に人参をぶら下げっているのに、そこにガラスがあって手が届かないんだっていうような、そんな、その焦りでも、無力感でもいいし、一体俺、 こんなに、その、前進しないのは、一体俺、何してるんだろう他にやることあるよねっていう、そういう苛立ちも感動のうち。んです。んで、まあ、それ以外にも、こう、自分が感動したことっていつあったのかどんなことがあったのか例えば、読んだ小説で感動したこと、小説で感動したことっていつだったんだろう そういうのを書き出してみるのも大事かも。で、その、自分の一生を左右するような作家っていうのに出会ったのが、まあ、まあ、10代、20代の頃には合う。で、その後、じゃあ、自分の読書、感動するような読書経験って、そこからバージョンアップしてるだろうか、とかっていうことでもいい。で、 小説でもいいし、いい映画でもいいし、あと、自分の経験でもいい。その、悔しさに紛れて、こう、溺れるように酒を飲んで、その、虎箱にぶち込まれた話でもいいし、そういうことを思い出してもいい。管まいたことだとかさ、 悲しさに紛れて、こう、ゲロを吐きながら、こう、お泣きじゃくって自分の無力者を、無力さを呪ってもいいし、自分の無力者を呪,呪ってもいいし、俺よりもカスナ作品がなんで受賞するんだっていう、あの、そんな怒りでもいいし、まあ、そういうものでもいい。そういうものをずっと書き出してチェックしてみるって大事っすよ。 うん、あのやっぱりね、魂のバージョンアップって大事です。あのー、感動というのは道に落ちてこないし、空から降ってくるものもでもないのでね、やっぱり探しに行くか、掘り出すかしないと出てこないですよ。おまあ、こういうことを書いても、こういう話をしても、あのー、 うしてて効果がないっていうことはあるあのさ人の話を素直に聞くような人だったら小説を書こうなんてそもそも思わないから <laughs> その時給だけで言ったらえマックでバイトしてた方があ収入も手堅くてええー 堅実で確実に働いたら働いた分だけお金がもらえるからね。だけれども、小説を選ぶということは、それだけ頑固で人の話を聞かないので。ええー。だから、まあ、この話を聞いて、このポッドキャストを聞いて、 何言ってやがると思うのが普通だよな。ただまあ、ある日突然、あそういえばそんなこといい聞いたことあったやな、ということを思い出せばそれでオッケーかな。ねえ。まあ、その、まあ、自慢話になるんだけれども、まあ、 他の作家さんよりは、少なくとも最終に残った人、受賞する最終に残った人、残らなかった人うん、まあそういうことに立ち会う、そういう現場に立ち会う機会が、まあ普通よりは多いかなっていう、まあそういう風うなので、まあ、 たまにはこんな話もいいよね。この番組では、ポッドキャストへのお題、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという特命ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木貴一の小説講座では、随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。 江戸川乱歩賞や横溝聖賞、大モの新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。ええー。まあ、とにかく、 うん。いつかは通る道っていうか、まあ、よそ。<laughs> まあ、あなたは一人ではないし、あなたのことは、その、必ず誰かが見てるので、ぼちぼちやっていきましょう。というところで、鈴木喜一郎作家に行き、そんなところで、ではではでは、失礼します。